そしてね、次はね、楽しみだな、子供かな、ちびっこ集まれ、ターナーさんだよ、ね、マジシャンターナーさん、ね、またね、マジックの披露でございます。さっき面白かったな、子供ちびっこ集まれ、ね、写真あるさ、今日あのお土産もあるからね、あの熊本のクッキーあげるからさ、ね、どうか、ちょっとおいで、ね、私面白いな、ターナーさんすごい、これ面白いな。はい、じゃあマジックショーを始めます。今からね、また前の方にちょっとトリックを見破ってください。面白いトリックな、ターナーさん、はい、じゃあお願いします。はい、ターナーさんです。拍手を持って2回目になります。はい、2回目、本日2回目、ターナーさんよろしくお願いします。なるべく小さなお子さんたちは前の席にいっぱい集まってくれたらとっても嬉しくやりたいと思います。やれるんですけどね、どうでしょうか。そこら辺固まってますからね。どうぞどうぞ、小さなお子さんたち前の方にどうぞ。はい、でここでですね、今日は、水辺プラザ鴨戸にお越しいただき誠にありがとうございます。では今から早速ですね、マジックの始めていきたいと思いますので、皆さん盛大に拍手で、お迎えください。どうぞよろしくお願いします。はい、まずですね、簡単に来てですね、これで今日ですね、まずこういうものを持ってまいりました。これなんだかわからない方はいらっしゃらないと思いますけど、まあ、一応説明させていただきます。これロープというものですね。今日は3本のロープを持ってまいりました。まず1本、まず1本を、結んで輪っかにしますね。よいしょ、まず1つ、よいしょ、まだお待ちください。よし、はい、これで2つ目で、最後に、もう一個、最後のロープですね、最後のロープも、結んで輪っかにしちゃいます。よいしょ、はい、これで一応1本、2本、3本のロープが、ロープの輪っかができたわけなんですけど、これを重ねてあげて引っ張りますね。こうすると、なんと皆さん拍手の用意がよろしいでしょうか。ちょっとアクシデント起きましたよ。はい、大丈夫ですよ。はい、なんと一瞬で3本のロープがこうリンクして連結してしまうというですね。ありがとうございます。はい、まあ、こんな感じでゆるくやっていきますのでよろしくお願いいたします。はい、ですね、僕がステージ上で一人でマジックをやるっていうのも全然ありなんですけど、できれば誰かにね、お客様の誰かにお手伝いしていただきたいんですけど、私こそは我こそはという方いらっしゃったらお手を挙げください。昨日飲みすぎたから、いませんかね。じゃあこちらから指名させていただきましょうかね。嫌ですか。じゃあどうしましょうかね。あ、じゃあそちらのさっきちょっと手を挙げそうになったお母様よろしいですか。後ろを向いてもダメですよ。どうぞよろしければ、お母様って言ったら失礼でしたね。お姉様、よろしかったらどうぞこちらへお上がりください。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。お名前は、あ、よしえさんですね。はい、じゃあ皆さんお手伝いしてくださるよしえさんに大きな拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今から何をやるかと言いますと、マキさんというとパッと連想されるものは何ですか。カード、正解です。カードですね。このカードの中からですね、1枚吉江さんに、選んでいただきたいんですけど、よいしょ、
箱は直すです、ね、でいろんなカードがございます。こんな風にこの中から1枚選んでいただきたいんですけど、僕がカードをペリ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 と弾いていきますので、お好きなカードで1つお使いください。せーの、はい、ありがとうございます。ではこのカードをですね、僕は後ろ向いてますんで、吉江さんとお客様で覚えたらカードを胸に当てて見えないように見てください。じゃあ僕後ろ向いてます。はい、よろしいですか。大丈夫ですか。お客様も覚えられましたか。大丈夫ですか。まだみたいですね。いいですかね。はい、じゃあ振り向きますね。ちょっとお待ちください。カード直してますので、よし、はい、ありがとうございます。でも何と言いますか、これマジックですから、なんとこの選ばれるカード、今朝予言してまいりました。その予言がこちらになります。このノートに書いてあります。その予言いきます。じゃじゃん。あ、カードの箱一組ということは、どんなカードを選ばれようがこの一組の中に入っているという、こういう、予言では皆さん納得いかないようですよね。吉江さんが一番納得いかない苦笑いを浮かべていらっしゃいますが、わかりました。これマジックですから、ここからです。お待ち合いさせてあげると、なんとカードらしきものがこう浮かび上がってくるではありませんかと。なんかスペードの6っぽいんですけど、選ばれたカード何でした。スペードの6、ありがとうございます。盛大に拍手ありがとうございます。あ、じゃあ、では、ごめんなさい。ではですね、このノート記念日をお持ち帰りください。紙になってます。カードお返しします。では最後、吉江さんにもう一度盛大に拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。お気をつけてお帰りください。とまあですね、こんな感じでやっておるわけですけど、ついでながらですね、もう一つお客様に手伝いしていただきたいと思います。我こそという方、お手を挙げください。うん、2回目になると誰か来るかなと思ったんですけどね。あ、もう中身さんになるのでよろしいですか。どうぞこちらへ。お名前は、お名前はユナちゃん。ユナちゃんに、じゃあ、盛大に拍手を皆さんよろしくお願いいたします。じゃあお座りください。はい、で今からですね、やるマジックと言っていいのかゲームと言っていいのか分かりませんけど、こういうものを使います。はい、ティッシュペーパー、このティッシュ1枚を丸めてボールにしますね。でこれが僕の右手左手どちらにあるかを、ユナさんに、当ててもらうというゲームです。じゃあちょっとやってみましょう。1、2、3。はい、あ、残念、こっちでしたね。もう一回やってみましょうかね。じゃあ1、2、3。はい、どうぞ。はい、正解です。はい、なかなか目と勘がよろしいよね。ちょっと待ってじゃあ今度は本気出していきます。いきますよ、よく見ててください。皆さんも、ご覧くださいね。1、2、3。はい、あ、残念。あ、でもですね、これマジックですから仕方ないです。こちらにもないです。もう一回いってみましょう。もう一回いきますよ。もう一回、今度はしっかり見ててくださいね。はい、1、2、3。はい、残念でした。でもこれもマジックですから、こっちもないですよね。いやいやいや、でもこれ分かりました。ボールが短すぎましたね。ちょっとごめんなさいね、ネクタイが絡まっちゃって。ちょっとよし、 OK です。じゃあ今度はもっと大きくしてしまいましょう。ザク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 。これぐらい大きくなればもうね、見逃すことはないと思います。じゃあいきますよ、このよーく見ててください。1、2、3。はい、ですよね。これしかないんですけど、
聞いてしまっているという。ありがとうございました。はい、じゃあ皆さん立ってください。じゃあ最後に皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。気をつけてお帰りください。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ですね、時間が経つのは早いものでですね、次がもう本当に最後のマジックとなってしまいました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃ最後のマジック、こういうものを使いますね。風船です。これちょっと膨らましてみましょう。せーの、ちょっと不具合がありますかね。大丈夫かな。よし、OK です。あ、ちょっと待ってください。結び方が僕は上手くなくてなかなか結べないんですけど、結びましたね。はい、よいしょ、 OK かな。はい、OK です。まあ、こういう形の長いバルーン、風船を使って何をやるかと言いますと、ピエロの方はよく犬を作ったり、熊を作ったりするんですけど、僕マジシャンですからそういうことできません。その代わりに何をやるかと言いますと、いただきます。あ、ごちそうさまでした。以上、マジシャンターナーのマジックショーでした。ありがとうございました。